マダガスカルの地図本校では、マダガスカルの都市の一覧を提供する。マダガスカルにおいては、1960年の独立以来、一貫して農村人口比率が低下するトレンドがある。1960年の都市化率は9%程度であったが、2015年には35.1%である。なお、全体の人口は独立時約500万人であったところ、 2017年には2500万人になり、約5倍の増加である。都市の定義は、本来曖昧だが、住民サービスが提供される、最小単位であるコミューンは、デクレにより、コミューンズ・ラリズと、コミューンズ・アーバインズに2分されており、行政上の区別は明確である。コミューンズ・アーバインズは、さらに、別格のカテゴリー、第1カテゴリー、第2カテゴリーに3分される。 別格のカテゴリーは、首都、アンタナナリブのみが属し、第1カテゴリーには主要な8つのコミューンが属す。第2カテゴリーには67のコミューンが分類される。このように、フランス語のアーベンの語を用いて形容するに足るほど、多くの人が集中していると、マダガスカル共和国政府が認める地域は、同国国土全域に76カ所存在する。なお、情景の表中にある、 地域圏は2015年4月1日、行政区画の創設に係る内務、地方文献箇所奨令 N2015-593 号により、廃止された。また同様に2014年頃から続けられている、地方行政制度改革の一環で、名称変更が行われたり、複数の表記揺れがあった町の名前に対して、基本的な綴りが新たに定められたりした町もある。 ありがとうございます。